こういう買い方をするといざ買って帰ったとしてもどういうふうに着こなそうか、どういうふうに合わせようかみたいな感じで悩んでしまうんですよね。こんにちは、Tコレスタイリストのニチと申します。動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、せっかく買ったのに着なくなる服の特徴というテーマで動画をお届けしたいと思います。僕はですね、洋服が昔から好きで、いろんな洋服を買ってきました。アメカジ系も好きで、いろんな服買いましたし、古着も好きで古着屋よく回ったりもしてました。もちろんお買い物でいろんな失敗をしてきました。かっこいいと思って買ったはずの服なのに1回か2回ぐらい着て着なくなった服というのもめちゃくちゃいっぱいあります。今日の動画ではどういうお買い物の仕方をして失敗してしまったのかをご紹介していきたいと思います。この動画を見ればお買い物で失敗する主な原因がわかると思います。そして原因がわかるのでお買い物で失敗するということが極端に減るんじゃないかなというふうに思います。ガソリン代をはじめですね、物価がどんどん上がっているので、お洋服でのお買い物で失敗しているとものすごくもったいないと思います。特に30代40代の男性は自分のためのお金というよりも家族のためのお金だったりとか子供のためのお金ということの方が優先されると思いますので、お買い物する機会というのは若い頃に比べると極端に少なくなっていると思うんですね。少ない機会のお買い物で失敗しないためにもぜひ最後までご覧ください。まず一つ目はですね、アイテム単体の魅力に惹かれたというのが一番の買う理由になってしまうと失敗につながりやすいということです。ショップに行ってアイテム単体で見た時にかっこいいって思う服ってやっぱりどこかインパクトがあるんですね。まあ、それが色だったりとか柄だったりとかトレンド性だったりとかいろいろあると思います。こういったお洋服というのはショップの中にあっても目立ちやすかったりしますし、まあ、トレンド感満載の服というのはそもそも目立ちやすいところにディスプレイされていることも多いんですね。そこで一目惚れをして衝動的に買ってしまうんですよね。でもこういう買い方をするといざ買って帰ったとしてもどういう風に着こなそうか、どういう風に合わせようかみたいな感じで悩んでしまうんですよね。まあ、こういった経験したことある方って多いと思います。もちろんこういったお買い物の仕方をしてもかっこよく着こなせる方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、お買い物をするときはですね、コーディネート全体を考えながら買うことを忘れないようにしてください。もっと言うとどういうシーンで着れるかっていうところまで考えれるといいかなと思います。コーディネートというのは組み合わせることです。アイテム単体が魅力的であったとしてもコーディネートで失敗してしまうとそのアイテム単体の魅力も半減してしまうので、お買い物の際はですね、コーディネート全体をイメージしながらお買い物することを意識してみてください。続いて2つ目ですね。2つ目が安いというのが一番の買う理由になってしまうと失敗につながりやすいということです。今の時期というのは冬物のセールをやっていると思います。アウトレット品とかセール品の中から良さそうな服を探すわけなんですけれども、このアウトレット品とかセール品っていう風になると購入に至るまでの判断基準のハードルがかなり低くなっていると思います。先ほども言った通りコーディネートというのは組み合わせることなんですけれども、セール品ということでコーディネートとか着ていくシーンのことが後回しになりがちなんですよね。もちろんアウトレット品とかセール品を買ってはダメというわけではないです。訳あり品でない限りはアウトレット品とかセール品の中にも使えるアイテムですとか良質なものというのはいっぱいあると思います。ただコーディネートというのは組み合わせて初めて成り立つわけなので、ここがおろそかになってしまうとせっかく買ったお洋服も着る機会がなくて結局処分してしまうということにつながってしまうので、アウトレット品セール品を買うときは非常に慎重になっていただきたいなと思います。続いて3つ目最後ですね。3つ目がインフルエンサーさんが紹介していたからというのが一番の買う理由になってしまうと失敗につながりやすいということです。これはまあ今の時代だからこその失敗かなと思います。もちろんインフルエンサーさんを否定しているわけでもないですし、インフルエンサーさんが嘘を言っていると思っているつもりもないです。インフルエンサーさんも本当に買ってよかった服、着てよかった服というものを紹介しているものと思っています。ただですね、ご紹介してた服をご自身の目で見て冷静に判断する必要はあるかなと思います。例えばトレンド感のあるオーバーサイズの服をインフルエンサーさんが紹介していたからという理由で買って実際にですね、思ってたより大きかったとか服が若すぎて自分には合わなかった、ちょっと違和感があったというようなコメントも実際にいただいております。インフルエンサーさんが紹介しているものって安心してお買い物ができるというのも
お気持ちはめちゃくちゃわかるんですけれども、どういう風に着るか、どこに着ていくかというのもしっかり考えた上でお買い物をしていただけると失敗しにくくなるかなと思いますので、その辺をしっかり意識していただけたらなと思います。以上ですね、せっかく買ったのに着なくなる服の特徴をご紹介してきました。お買い物の際に意識していただきたいのは、どうやって着るのか、どこに着ていくのかをイメージすることです。癖の強いお洋服というのは着回しにくいですし、着ていくシーンもかなり絞られてしまいます。シンプルでベーシックな服であれば着回しやすくてコーディネートに悩むことも少ないです。そして着ていけるシーンも幅広いので、せっかく買ったのに着ていくところがないなんていうこともありません。僕たち D コレクションがですね、おしゃれ初心者の方に対してシンプルでベーシックな服をご提案している理由の一つがまさにこれなんですね。実店舗のお買い物であればショップスタッフの方にですね、着こなし方を聞くのもいいかなと思いますし、ネットショップであればサイト内のコーディネートを参考にして、どういったコーディネートが作れるのか、どういったシーンで着用できるのかというところを意識してお買い物を楽しんでいただけたらなと思います。 D コレが毎日更新しているコーディネートブログでは、こういったお悩みを解決するためにアイテム別ですとか、シーン別のコーディネートもご覧いただけるようになっています。 D コレでお買い物をするときに、どういったコーディネートが作れるのか、どういったシーンで着用できるのかに迷ったときは、ぜひですね、毎日更新しているコーディネートブログを参考にしてみてください。 D コレのコーディネートブログは概要欄のリンクから詳細確認できますので、ぜひチェックしてみてください。こんな感じで僕たち D コレクションでは、30代40代の大人の男性に向けて、おしゃれの教科書の理論に基づいてコーディネートのご提案、着こなしのポイントなどを動画で解説しております。今日の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録がまだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。